今日の待ち合わせ場所に僕は駆け足君が振り向ける雪で光る宝物ちょっと待って聞いて泣いて慌てる僕わかる君完全に大人が描いた2番の子美容室シャンプーのあなたちょっと慣れなくて変なリアクションでごまかす短い髪の知らない君は変わらない